1>, 1月13日、日本時間にタイバン国のルンピニースタジアムで開催される格闘技イベント、ワンファイトナイト18のフライ級キックボクシングタイトルマッチにて、王者のスーパーレックキアトモーナイン、28イコールタイ、がエリアスマムーディ、25イコールフランス、を挑戦者に迎え2度目の防衛戦に挑むと、主催者が23日に発表した。動画、スーパーレックが衝撃 KO 戦立ハイキックから怒涛の連打スーパーレックはルンピニースタジアムのフライ級とバンタム級王座、WBC ムエタイ世界スーパーフェザー級王座など多くのタイトルを獲得したムエタイ超強豪。今年1月、フライ級キックボクシング世界王座決定戦でダニエル・プエルタスを破って新王者に。同3月の初防衛戦ではダニエル・ウィリアムスを KO で下した。また、 9月にはライバルのロッタンとムエタイルールで対戦。大激闘の末に判定勝利を収めた。対するマムーディは、フランスの天才児のニックネームで18歳の時に日本の K1 でも活躍。今年8月の、ワンファイトナイト13ではエドガー・タバレスに3度のダウンを奪う劇的な KO 勝利を収めていた。